今週もですね、最新の世界の情勢をお送りする世界カレードスコープの時間がやってまいりました。違います。あ、ゲームカタログ2の時間がやってまいりました、はい、今週はですね、はい、かわいいゲストが来てるんですよね。そうなんですよ。早速ご紹介しましょう、ね、はい、今週のゲストは山のりえさんです。違います。山口りえです。違う、ぐちです。あ、ぐちですか。はい、あ、間違えられるんですけど、山口なんです。あ、山口さん間違えられるんですか。そうなんだ。そんなバカ野郎は俺だけじゃないんですね。本気で間違えられるんですよ、本当に。のりえちゃんとか言って。山口です。今日山口さんを迎えて何を特集するかっていうと、はい、ギャルゲー。ギャルゲーね、はい。あ、いいですか、一つ質問。ギャルゲーって何の略なんですか。いきなり来ましたね。名前は簡単なのに質問はすごいところに来ました、ね、ゲームには様々なジャンルがある。 RPG やアドベンチャー、格闘ゲームにシューティングなど種類も様々だ。そんな中、現在社会現象を起こしているジャンルもある。そのジャンルとはギャルゲー。もともとワリキューレの伝説やアテナといった女の子が主人公というところから始まったこのジャンル。ところがパソコンからプリンセスメーカーや卒業といった人気シミュレーションが移植され、このジャンルは注目されるようになってきた。最近ではときめきメモリアルが大ヒット。限定版にはプレミアまでついているほどの人気だ。ギャルゲーの魅力とは。今週はギャルゲーに迫ります。マニアの間から火がついてすごい人気のあるゲームで、はい、美少女が出てきて、はい、まあ僕の感覚だとその美少女となんかこうゲームの中で対話できたりとかするゲームがまあギャルゲー。違うよ、脱ぐんだよ。脱がなきゃダメなの。脱がなきゃダメだよ。ちょっとそれはどこまで脱がなきゃダメなの。え、それはこうなんかこうちょっとこう何肩出してるあんた。なんかね、また深夜っぽい動きをしてるのさ。なってくるのがやっぱ一枚一枚こうね、水着だけだとダメなのよ。そしたらだってリッチレイさんのあの頃看板持って出てくる人もリッチレイさん、ね、ギャルゲーですね。ちょっとそのようにですね、ギャルゲーの権威に今日は来ていただきますんで、ギャルゲーが大好き。3度の飯よりギャルゲーが大好きで、奥さんとギャルゲーだったらもうギャルゲーを取るっていう。ファミツ編集長の汗垂れてるよ。浜村ギャルゲー編集長、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあギャルゲーの区分って難しいですよね、はい、ギャルゲーって難しいですよね。女の子が出てきて、僕は美少女が出てくるゲームはギャルゲーと呼んでいいと思うんですけども、うん、人によって全然違うんじゃないですかね。リエちゃんなんかは今日お呼びしたのは、はい、そういうギャルゲーとかに出たら人気が出そうな感じの女の子。はい、男の子人気でその女の子ってなんですけど、ね、はい、女の子の立場からまあ漠然とそういうゲームってどうですか。可愛い女の子が出てきたらなんか嬉しいですよね、うん、女の子やっても女の子やっても嬉しいと思いますよ。私は嬉しいですね。あ、そうですか。そういうもんですか。すごい可愛い女の子いて、多少なりともこう、うん、レズっ気じゃないけれども、うん、あるのよ絶対に、うん、あります、うん、だから女の子は手をつないでも、うん、一緒の布団で寝ても大丈夫でしょ。え、それは俺らが言うかっこいい男の子がいるとお尻を貸したくなるのと同じこと。それは全然違うと思うけれども。じゃあ逆にさ、じゃあもうイライラしないようにもうかっこいい男が登場するの。めちゃくちゃかっこいい男が登場して、うん、その子にこうアタックをかけていくギャルゲーの逆、ボーイゲーがあったら、うん、やる？やらない。それはなぜよ。なぜだろう、なんかあまり興味がないね、そういうの。実は僕もですね、はい、ギャルゲーダメなんですよ。それ、やってます。でもやることはやるんですか。やってる姿が嫌なの、俺が。あ、素になっちゃうの。素になっちゃう、なんか感情移入最後までできないで、あれやってる俺を誰にも見られたくないとか、うん、そこに知り合いとか入ってきたら固まっちゃいますよ。編集長どうですか、ギャルゲーやってるとこ人に見られるっていうの。嫌ですよね。親しい人間には絶対見てほしくないですよね。親しい人間に見てほしくない。いや、知らん人間にも見てほしくないですけど、うん、いや、友達とかの家行ってガチャッと開けたらそいつがギャルゲーやってて、うわしおりちゃんとか言いながらやってたら、ドア閉めちゃう、あ、ごめんドア閉めちゃうんですけど、ね、まだ出直すと本当に。それはなんかエッチビデオ見た女の子で言うと何ですかね。女の子が鼻毛抜くの見られたくないでしょ。どうしても出てんねん、どうしても出てんねん。で、彼来とんねんじゃん、彼来てる時に鼻毛で飛んねん。でも抜かなきゃなんないねん、見られたくないでしょ。そりゃそうでしょう。コマンド入力することによってキャラクターがデフォルメされる。なんか可愛くなっちゃうぞ。はい、中ボスを全員使用できる状態にして、セレクトボタンを押しながらキャラ選択をしてみましょう。するとですね、デフォルメされたキャラクターで遊ぶことができます。鉄拳2最新情報その2、キャラクターの目線で見えるワイヤーフレームモードが公開されたよ。
相手キャラの表情を見ながら対戦ができるぞ。同じくですね、中ボスを全員使用できる状態にして、今度はコントローラーの L1 ボタン、L2 ボタンを同時に押しながらキャラを選択してみましょう。するとですね、自分の視点で、戦闘できるですね、ワイヤーフレームモードになります。あのシミュレーション RPG の名作ファイヤーエンブレムが復活。前作紋章の謎にハマった人はまた眠れない日が続きそうだぞ。今回のファイヤーエンブレムは結婚という概念が取り入れられています。結婚してできた子供がですね、後半のシナリオで登場するんですけども、その子供の能力値というのはですね、結婚した相手によって異なるわけなんですよ。ですからですね、結婚する相手は慎重にまあ選ばなきゃいけないわけですね。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。今日はですね、美少女ゲーム、ギャルゲーをですね、特集してお送りしてるんですけれども、はい、私の周りではですね、あのときめきメモリアルにハマってる人本当に多いですね。ハマってるやつを注意しに行ってハマってるやつが出ますからね。そう、感染していくんですかね。どんどん行ってますね、今ね。うちでその友達がやってるところを僕のカミさんとかが見てると、何やってんのそれっていう感じ。奥さんはやんないんだけど。奥さんはやらせてみたんですけど、全然ダメだと。冷めちゃうんですか。冷めた仕草で熱く見ろなんですよ。どうぞされて僕歌最近多いですね、なんかね。編集長だって最初は全然やらない人でしょ。全然興味ない人。僕はハマらなかったんですよ。その割には楽屋でいつも伊集院さんギャルゲーダメなんですよね、一回やってみた方がいいっすよって、なんか宣教師としての役割はいつも。そうですね。なぜなんですか、それ。そこを弁明してほしい。ちゃんとハマんなかったでしょ。ハマりませんでしたよ。すごい好きじゃないでしょ。ああ今の映画、今戦ったのに頭の中で。いやいやいや、ギャルゲー好きの人はどうギャルゲーを捉えてるのか、ちょっとですね、インタビューに応じてくれました。はい、ちょっと見てください。最近はギャルゲーと言いましても質の方がかなり上がってまして、そうですね、サターンやプレステなど CD-ROM のゲームが主流になってきたこともありまして、大きな情報が入れられるようになった。そのことによって CG の技術がまず向上していますね。それと音声の面、それが大変ギャルゲーに関しては特に好きになったんじゃないかと思います。声が出るということに関してすごく感情移入がしやすくなったんじゃないかと思いますよね。私も今来たところだから。ゲーム機の性能が良くなったことでゲーム機に感情移入できるようになったってところかな。まず第一に考えますのが、昔から言われている、純情可憐で清楚な女の子、あまり見ないタイプですけども、そういった女の子たちと知り合いになれて仲良くできるというのが一番のメリットではないかと思うんですけども、でこれと逆説的になるんですけれども、むしろ逆にそうでない、いわゆる高びな、あるいはわがままな女の子たちと付き合うことも今度は逆に可能になるんですよね、ゲームの世界では。そういった普段できないような経験をできるという点で大変好奇心が満たされるんじゃないかと考えています。あのとても楽しかったです。現実ではどうやっても付き合えないような女の子と付き合えるところがいいところなんです。そうですね、ギャル系がある限りやっぱりこれからもできるだけプレイしていこうと私は思いますね。今の証言なさった方はですね、はい、女の子が強くなりすぎてるとか、そんなあたりもおっしゃってたようなんですよ。女の子はでも前からそんな変わんないと思うんですよ、うん、強くなってないと思うんですね、うん、だけど男の子の方がなんか弱くなってる。面白いもんで、普通はさ、学生ぐらいの時はさ、同世代の男と女が当然一緒にいて、そうそうそう、クラスで付き合えば全く同等に男と女が付き合うけど、基本的に女の子って年上の男の人の方と一緒にの家具で仕事をするじゃないですか。そうだね。だから同年代の女の子って男の子ってのはどんどん頼りなく見えてきたりするのかな、うん、それが一番あるかもしれない。で頼りないと思われてるからあんまりこう相手にならなくなってきて、あ、もうゲームの中にはゲームならば見せるっていう。なんかそれってすごい寂しいですね。どうなんですかね、この辺ね。どうなんだろう。まあね、男の子モテたいと思うのは昔からそうですよね。モテたいですね。モテたいです。もう誰が何と言おうとモテたいですね。だから一生懸命女の子にね、あの優しくしますよね。言われてみればね、男の子がこういう子が普通の女の子だなって思うような普通の女の子はあんまりいないでしょ。いないですね。
あのギャルゲーってやっぱり男が作ってますからね。そうだね、男が作ってこういう女性はこういうリアクションをしてこう可愛くあってほしいっていう像がそのまま投影されてるんだと思うんですよね。いい、男は女の子って遊園地に住んだらいつでも喜ぶと思ってたりするじゃん。じゃあ何、従順な子がいいわけ。従順っていうのも違うんだけど、自分の理解を超えない反応してほしいのかな。遊園地連れてくよ、絶対ワイとは思ってないまでも、なんか遊園地連れてくよって、とか言ったら嫌なの。なんでいつも遊園地なの。ダメなやつのとこ連れてってみたいな。ぬいぐるみなんかプレゼントしたら、わープーさんだとか嬉しいとか言われたいでしょ。でもうちのカミさんだからたまにはバカの一つ覚えじゃないんだからいつも不満っていうそういう時がやっぱ男はないでほしいんですよ。でもやっぱりね難しいよね。で逆にそれが分かってるからこそゲームの中にだけその想像の女の子像を求めるっていう。そうか、あれいつの間にか俺ギャルゲー用語派に回ってる気が。ねえ、なんかあれ、まあでも分からなくもないけれどもね。ねえ、ゲームの中では女の子のご機嫌ばかり取らなくちゃいけない。でも現実ではどうなんでしょうか。街に出てゲームと現実を比較してみました。今回は可愛い女の子がたくさん登場するキャンキャンバニープルミールで絵を上げてみよう。女の子と遊園地へデートに行くことになった主人公、悩んだ挙句入園料を割り勘にしました。すると女の子の反応は、ちょっと残念そうだけどまあ普通ですかね。では現実を見てみましょう。遊園地に遊びに来たこちらのカップル、どうやら割り勘でチケットを買うみたいですね。彼の方はなんだかとっても楽しそうだけど、彼女の方はちょっと不機嫌って感じかな。では今度は逆に奢ってあげる方を見てみましょう。6000円ぐらいちょろいぜって感じで奢ってあげると、彼女もとっても嬉しそうですね。では現実、チケット代ぐらい出してやるぜって感じで奢ってあげてます。男らしいっすね。彼女もとっても満足そう、恥ずかし喜ぶでしょうね。チケットをもらって あれ当たり前のように言っちゃいました。どうやらゲームと現実とは必ずしも同じじゃないみたいですね。こうやって見るとね、ゲームの中でこう日常生活に起こるようなこともやっぱ入ってるよね。飲み行って、あの遊び行って割り勘っていうと女の子ちょっとしょんぼりしちゃうし、あちょっと全部払ってあげようかっていうと嬉しいってなったりじゃないですか。こういう行動をしたことあります、うん、不意に出ちゃうんでしょうねきっとね、表情とか、でもなんかセリフとか見てても、うんとねうんとねちょっと待っててねとかいうようなこと言いますかね。いや言います、言ってください。言って、言わないね。男がドキッとするセリフを言わなきゃダメなんですよ。じゃあ例えばどういうこと。突然ですがここでゲイ方が選ぶときめきシーンベスト5。第5位、人気のときめもからこのシーン。まずはしおりちゃんが主人公にときめいてない時の手を与えようから。え、どうしたの今日は。では主人公にときめいてる時の対応、彼のことを意識し始めた感じが出ているぞ。ううん、何でもないの。ところで今日は何のこと。第4位、ウィザーズハーモニーからこんなシーン。主人公ルーファスに年上の誠が自分の気持ちを伝えるこのシーン。旅に出るというルーファスに何とか気持ちを伝えたいんだけどうまく伝えられない、そんな誠が言ったこの一言。年上は嫌か。第3位、キャンキャンバニープルメールからこのシーン。美少女ゲームの中でもなかなか見れない和服姿のシーン。やっぱり和服には男は惹かれますね。第2位、またまたときメモからこんなシーン。主人公と公園にデートにやってきた三木原さん、一気な彼女が主人公に対する自分の気持ちを犬を利用してうまく伝えたこのセリフ。でも噛んだりしちゃダメよ、特に私の大切な人には。そして第1位、ときめき麻雀パラダイスからこれ。もう説明はいらない、言ってもらいたいよこんなセリフ。ちょっと何か期待するものもあったんだけどな。今度は泊まりがけで来ようね。言わない。おい、言わないじゃないんだよお前。一番先のちゃんと聞いてた。聞いてたよ、あんな泊まりがけで今度は泊まりがけで来ようなんて。そう、それだよお前。絶
絶対言えない。いや、私も言えない。言えないじゃないんだよ。言うんだよ、お前。最初はこう面と向かって言えないんだよ。ちょっと照れくさいんだけれども、後ろ向いて浜の方に走って行きながら、今度は泊まりがけで行きたいななんて言われたら、うわ、疲れてるよ、俺。とんでもね、言う人って今の時代は ね少ないよ。俺様ちゃんはね、俺様ちゃんは、俺様ちゃんは言われてみればあるね。女の子に言われたいセリフとかね、あのね、まあ一緒に飯を食ってるさ、例えば食ってるさ、俺の頼んだチキンピラフのあの米がここについてるさ、そういう時女の子にお弁当つけてどこ行くの、なんだよその反応はよ、言われてえじゃねえかよ、なんだよ、ありだろう、どう考えても。あと犬あったの、犬みんな分かんないって言ったろ、あれはありなのよ。ない犬反射っていう技なの。要するに俺に面と向かって、もうその子は俺のことが好きだ、好きだよ、俺も好きだ、照れくさくて言えない、その時にその子が抱いてる犬に、誰かさんは分かってくれないからね、チロって言いながら犬がああ告白されてるよ俺そういうの。あ、すみません、なんか立ってしまいました。僕座りトークなのにも変わらず。やらなきゃダメかな。ダメです。ギュッと掴めないかな。ダメですよ、それは。やらなきゃ。ダメなんですよ、なんか。そんな、そうやって可愛く素直に言えないんですよ。じゃあどうする、自分の好きなところ一緒にご飯食べてる、はい、彼が食ってるのはチキンピラフ、はい、ここのところにあのついてるさ、米粒が、はい、なんていう。ついてるよもう全然ダメだ。お弁当つけてどこ行くの、すって取って、しかもこれは捨てない、好きな人のだから食べられる。俺変なこと言ってるかな、なんか言ってる変なこと言ってないよな。絶対ギャルが好きだよ。なるもううちのかみさんなんか言葉ついですからね、ご飯なんかワンズムラがこついったらね、あんたはほっぺたに神経通ってないのって言われたりしますよね。男はそんなこと言われたくないの。かっこいいよ。お弁当つけてどこ行くのって言われたいんだよ。それを夢見て結婚したのに。神経通ってないのとか。ゲームのことなら何でもお任せのファミ通レビューが採点。今週の審査員はこの3人。ときめき脱衣麻雀ゲーム、ときめき麻雀パラダイスの続編、3人の女の子との麻雀勝負が楽しめるぞ。もちろん今回もエッチなグラフィックが満載だ。私ですね。負けた時の脱ぎ方がサバサバしていて全然色気がありません。麻雀自体はすごくテンポがいいんですけれども、あと最速コールが超ムカつきます。ゲームセンターなどで人気の対戦格闘アクションゲームの移植版、 VS モード時のステージセレクトなどが可能になったぞ。オリジナル性が薄く他の格闘ゲームと比べるとちょっといまいち、コンピューターがやたら強いのはどうにかならんのでしょうか、ゲームセンターと違って家庭用ゲームなんですからね。首都高速道路が舞台の人気レースゲームはポリゴンになったぞ。内回り、外回り、湾岸線の3種類のコースを車をチューンアップして爆走しよう。ビジュアル面が進化して内容もグレードアップしているのはシリーズものとして理想的だと思います。チューンアップしないとライバルに勝てないというバランスも絶妙です。ゲームセンターで人気があったシューティングゲームの移植版、アーケード版を再現したモードとプレイステーション独自のモードの2種類で遊べるのだ。戦術衛星パーツの組み合わせによって自分のオリジナルの機体を作れるのが楽しいです。いろんなステージがあって途中でコースが選択できるのも面白いと思います。人気ゲーム風来の試練でよくこんなシーンがあります。腐ったおにぎりなのに試練は食べちゃうんだけど、実際食べたらどうなるのかな。今まで一番ハマったゲームって何ですか。私はよくぷよぷよとかテトリスとか、ああいうなんかパズルゲーム
落ち芸が好きなんですねということでね、あの今週のニューゲームはですね、はい、美少女ゲームですゲームは本格派にしてちょっとエッチなアドベンチャーゲーム、野々村病院の人々。プレイヤーはシリフ探偵になって院長の死の真相を捜査するのだ。システムは基本的にコマンド選択式のアドベンチャーゲーム。でもよくある一本道ゲームとは違い、プレイヤーの行動によってストーリーはどんどん変化していくぞ。このゲームの売りの一つは CG の美しさ。パターンの機能をフル活用し、なんと3万2000色を使って表現しているのだ。もう一つの売りといえば、なんといってもゲームに登場する可愛い女の子たち。いろんなタイプの女の子がいっぱい出てきます。何か引きずった18禁ソフトだけにエッチなシーンも盛りだくさん。これだけを楽しみに買う人もいるんでしょうけどね。抱いて欲しかっただけ。でもそんな軽い気持ちじゃこのゲームは解けないぞ。13個あるエンディングのうち真のエンディングはたったの1つ。途中の操作方法を間違えると真のエンディングにはたどり着くことはできないぞ。彼が自殺などするはずがないと。これどういうゲームなんですかねあのアドベンチャーゲームですね、全体にあの、ね、ご覧になって分かりますけど、ナースがいっぱいいるわけですよね。きっちでしたね。ああ、いや、その反応は俺じゃないか。いやいや、役柄的にはエッチだねは俺な気がするんだけどね。鳥、としては火曜サスペンカサスの売りですね。あ、なるほどね。あの要するに火曜サスペンスだとカラスマ節子の役どころの人がいっぱいいっぱいあちこちにいるんですよ。散りばめられてるわけですよ。そうだってさ、この辺に引きずった跡があるぞってただ見て言やいいこととかも、おパンツくっきり出てましたもんね山口さんが曲を、ね、はい、出してるということで。そうなんです。リバメキシコという曲なんです。いえいえ、全然違いますけどね。あのオプティミストっていう曲なんですけれども、はいはい、私が初めてダンサブルな曲に挑戦した初めての曲で、前のシングルがビバメキシコでしたっけ。それ出してないんですよ。全然出してない、はい、ね、でまあ、うん、詩の内容的には明るく前向きに頑張っていこうっていうような詩で、励ましい、はい、ソング。タバスコたっぷりタコスを食うぜ全然違う。トミルンダムチャリブレ食べたい。ミルマスカラスも手を振ってビバビバメキシコビバメキシコいい歌詞ですね。いいね、即興としてはいいね。ダンサブルですね、やっぱりね。これの本当のことを知りたい人はオプティミストを買ってそうですね、聞いてください。なるほど。そしてですね、あの、はい、ゲストの方に必ず決めてることが一つあって。何でしょう。あのプレゼントをよこせ、プレゼントを出さないんだったら君の出たとこは全部カットだった。あ、それはやばいそういう一番じゃここが重要なの。重要なんです、重要なんです。ルールです。もうやだ。何をはい、これのオプティミストのノベルティを作ったんですね。でこれ、不思議なハサミでこうやってやるとって鳴くんですよ。おっ、このマイクのそばでやってみた。喉切らないもう一回もう一回間抜けほーかわいいかわいいね。これを3名の方にプレゼントいたします。まあね、リエちゃんからのプレゼント欲しいという人はですね、番組を最後までチェックするように。はい、それもテレビのルールです。ルールです。最後までチェックして、どんどんご応募ください。ほんじゃ今週はこの辺で、また来週。バイバイ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。